はい、笑いと連邦共和国ボイロゴです。グダグダ GoTo キャンペーンがさらにグダグダになって再登場ということで、報道によりますとですね、今東京発着が適用除外、東京都発着が適用除外なんですけども、まあ、今後、もっと例えば感染者が多く出たとか、そういった時に他の、発着地がもし除外されてしまった場合には、すでに予約済みのですね、旅行については、要は割引がなくなるということなんですね。ついこの間、もしキャンセルになった場合、例えば東京発着を予約しておいて適用除外になったのでキャンセルする場合にですね、当初は、そのキャンセル料は保証しないって言ってたんですけど、あまりにも批判の多さにですね、保証することにしたんですけども、今後新しい地域が、適用除外になった場合には保証もしないで割引もしないということは、予約済みでですね、すでに割引額で今支払えるようになってますから、割引した後の、旅行代金を支払えばいいだけになってますので、旅行会社の場合はツアーのね場合は支払えばいいんですけど、支払って予約した後に適用除外になっちゃった場合は差額を自分で払わなくちゃいけない。でキャンセルした場合もキャンセル料の保証は新たに、適用除外になったところはしないということで、ということはですね、そのキャンセルしても旅行に参加するにしても、どっちにしても旅行者の、旅行者がリスクを全部被らなくちゃいけないっていうですね、とんでもない方針になっちゃったんですね。これやったら観光庁です。観光庁って本当できた当初からろくなことをしてないんですよね。例えば今日本全国そうなんだろうと思いますけど、交通機関とかの行き先表示板ありますよね。英語と日本語っていうのがもともと一般的だったんですけど、最近は中国語とか、韓国語とか、4カ国語ぐらいで交互に流れますよね。JR 東海だけは固くなに拒んで英語と日本語しか流してないんですけど、もう他の鉄道会社はこぞって4カ国語にしてますよね。で、あれさせてるの観光庁なんですよ。なんでかっていうと、それをこう駅名板改修したり、システムをこう4カ国対応にするのにそれなりのコストかかりますけど、補助金が出るんですよ。補助金出すから4カ国語対応に、4カ国語って限ってるのかどうか知りませんけど、4カ国語対応にしなさいって言って観光庁が指してるんですよ。だから本当にインバウンド向けにはふんだんに金を使ってるのに、今回のね、このコロナ、で落ち込んだ、宿泊施設とか交通機関とか、あるいは飲食店、お土産屋さん、そういった旅行に関連するところに、の需要をですね、これから回復させよう、 V 字回復ってずっと首相が言ってましたが、その V 字回復させるための一つの分野としてこの GoTo キャンペーンというのをやったんですが、迷走に迷走を重ねてですね、ついには、新たに対象外になった場合にはキャンセルしても、キャンセル料は保証しないし、旅行に行くんだったら正規の料金追加払えと、不足分払えという、そういうことになったようなんですね。観光庁ってろくなことしないですよね。本当になんかそういうことになればですね、そんなの恐ろしくて、そんな GoTo キャンペーンで予約なんかできないですよね。せっかく需要喚起のためにやったのに、需要が低迷してしまうという、そういうことになりかねませんよね。でも多分そうなると思います。ただ
大きくですね、その不満というか非難というか批判というか、まあ、そういった声が山ほど上がればまた変わると思いますけどね、だけど批判されて変えるんだったらちょっと考えたら分かるので、最初からそんなバカなことしなければいいのにって、なんか最近の政策ってそういうのが多いですよね。せっかくいいことを、しようとしてるのに、なんかいろんなとこから、まあ、いろいろ利害がね、まあ、例えば省庁の利害だとか、それから政治家でもその属議員の、そういう利害だとか、まあ、あとは、与党と野党の利害だとか、まあ、いろんな利害があるので、その本来国民にとって、一番いい政策は何かっていうところが二の次三の次になってしまうっていうのがですね、まあこういう時の、まあ、日本の政治のいつもの迷走なんですよね。だからやっぱりまだ経済が低迷したね、コロナのおかげで、経済が低迷した後、あるいは経済低迷真っ只中ですので、その政府が公金を使って税金を使って何らかの需要喚起をやるとか、経済回復政策をやるっていう時にはもう思いっきり利権になっちゃうんですよね。でそのお金を、1円でも多く自分のところに取り込もうとするような、動きがこう産業界にも出始める。政治家はそのキャッシュバックを狙ったその属議員、まあ、キャッシュバックっていうとね、汚職になっちゃいますので、実際のそのキャッシュバックじゃないにしても、その議員とすれば、そういった団体からの、票集め、次の選挙の時にどれだけ協力してもらえるかっていう、そういう期待を、込めて、一生懸命その自分を応援してくれる団体とか業界とかね、そういったところにお金がなるべく行くように頑張るわけですね。野党は野党でバカなので、政府のすることをいいこと悪いこと全部反対するので、その制度そのものが良くても、反対しちゃうので、いい方向の制度にしようっていう頭がないんですよね。またそういう発言もないんですよね。政府のやることは全部反対するんですよ。じゃあその代わり何をするかっていう代替案は出さない。まともな野党で、例えば国民の、ね、ために今なるというと消費税廃止しますとか、廃止と言わなくても向こう何年間か減税しますとか免税にしますとかいうようなことを、国政政党でまともに言うところはないわけですよね。GoTo キャンペーンやめろって言ってますけど、じゃあどうするのかって言ってるところもない。ただ単にやめろって言ってるだけなんですよね。で政府は政府で一度ぶちまけちゃったもんですから、すいませんやめますとは言えないので、やることはやるんですよ。そうするとその間でこう省庁としては、官僚ね、今度は官僚としては自分の省庁ね、利権が欲しいので、なるべく一旦政府が決めた、そういうことっていうのはなるべくやろうとするわけです。ところがその金を決めるのは財務省なので、財務省としては、そういう余計なことしてほしくないわけですね。金出したくないので。でも自分たちのお金じゃないですからね、国民のために使うお金なのに、財務省の官僚で勘違いしてますから、自分たちの金と思ってますから、例えば今回であれば観光庁が主体となって、まあ国土交通省のうちですから観光庁が主体となってやってるんですけど、なるべくやらしたくない、なるべく金出したくないから、ああでもないこうでもないって言って、ちゃちゃを入れてくる。で、あれこれあれこれ制限をつけてきて、骨抜きにされてしまう制度はね、骨抜きにされてしまって、まあ実際使うお金は少なくて済んだ、ああよかったなんですけど、そんなわけのわかんない制度はもう怖くて国民は使えないって言ってそっぽ向き始める。そうすると、
与党の人気が下がりますから、猛批判を浴びますから、そうすると政治家がちょっと待ってちょっと待ってって言って、何言ってんだって言って官僚を抑え込んで元の、制度に戻すっていうことがずっと続いてるわけですよね。特別定額給付金なんてまさにそうでしたよね。だから政治家もちょっと考えれば、国民がどういうふうに思うか、自分たちの人気がうーんあっという間に低下するっていうのはちょっと考えればわかるはずですよね。まともにちゃんとこう一般のね国民と同じ生活をまあ送っているような人であればわかるはずですよね。だけどそれがわかんないからこんなグタグタになってるわけですよね。で結果的にもう批判を浴びてまた戻るというそういう繰り返しです。だからね、キャンペーン自体が悪いわけではないのに、結果的に2点3点して国民が使えないものになって結果的にまた元に戻すみたいなことをやると、あれがダミが全くないわけですよね。ズボンと国民が使いやすい、いい政策を大盤振る舞いでダーンとやっておけば国民は拍手喝采なのに、途中で2点3点してなんじゃこれって一度思ってしまうと元に戻ったところで、なんだって終わりますよね。まあ、もちろんその政権が国民の人気を取るためだけに、なんかドカンとぶちまけるのがいいとは思いませんけども、だけど今のような時ってその感染を拡大させたくないからなるべく自粛をしてじっとしてほしい、だけどそうすると経済が回らないから、疲弊する、最終的には国民が疲弊するわけですからね。でもどっかで、経済回さないといけない、回せる分野からこう回していこうっていうのも当然経済政策としては当然やんなきゃいけないことで、だって経済回さなくて、完全に感染拡大を今の状態で抑えるっていうと、新規の感染者がゼロになるまでずっとお金配り続けるしかないんですよね、国民全員に毎月20万円とかね。それだけの覚悟があるんだったらそうしてもいいと思いますけど、もう出入国を一切禁止してね、国内の移動も制限してずっと緊急事態宣言出しっぱにして、会社の出社も禁止して、商店の、を開けることも禁止して、スーパーだけにするとかね、その代わり感染者がゼロになるまで政府が全員にお金配りますと、働かなくても生活ができるようにしますって言うんだったらいいですけど、そんなの無理ですからね。人口が多い国は特に、北欧みたいにね、税金高く取って社会福祉をすごく多く手厚くしてる国っていうのは人口が少ないからできるわけでして、日本みたいに1億超えてるような、人口が多い国ってのはそんなことできませんのでね。日本って国土狭いですけど世界的に見て人口多い国ですからね、かなりかなり多い方なので、そういった面でいい国なんですよね。人口が増える先進国ってあんまりないんですよ。まあ、今ちょっと若干日本減ってますけど、アメリカぐらいじゃないですか、人口がずっと、人口もあんまり変わんないし人口の年齢構成もあんまり変わんないっていうのはアメリカぐらい、これは移民をずっと入れてきたから、自国の国民だけで結婚して新たに生まれる子供だけが人口じゃなくて、足らない分はよそから移民をどんどん受け入れて、若い人が外国からガバッと入ってきて、構成年齢の構成比率を下げてね、働ける層の年齢を年齢の人口を増やしていくっていう
まあ、そういう移民政策があるから、まあ、3億人ぐらいですかね、ずっとキープしてるわけで、まあ、日本みたいにあんまり外国人も入れないで、日本国内で日本人だけで、人口をずっと維持してきた、1億をね、超える人口を維持してきたっていうのは、なかなか例がないんですよね。まあ、そういう国では、あんまり手厚い社会福祉ってできませんので、まあ、それでもすごいですけどね、皆保険、国民皆保険でね、安い医療で満足のいく医療が、受けられる国ってあんまりないですからね。だからそういった面では、非常に社会福祉の行き届いた国で人口をある程度の先進国の中では人口多い方ですから、かなり。まあ、そういう国で経済をもう回していかないといけないので、GoTo キャンペーンって、そういう意味では、確かに限られた分野かもしれませんけど、いい政策だったと思うんですけどね。これでもし変わらなければ、このまま忘れ去られていくんだろうな、というふうに、思います。はい。ただまあ、GoTo キャンペーン関係なく、自衛策としてね、自家用車のある人は、もう車で行く。家族でね、車で行く。車のない人はレンタカーで行くとかね、そういうのが主流になるのかもわかんないですね。まあそうすれば公共交通機関のないところでも、まあ比較的、車があれば行きやすいですしね。まあ例えばペットがいても大丈夫ですし、お年寄りがいても車があればドアツードアで行けるので、大丈夫ですしね。まあそういう旅がひょっとするとこの夏は主流になるのかもわかんないですね。まあでもおそらくこのわけのわかんない制度は変わると思います。このままだと、予約者が激減しますので、これから新たに予約しようという人がいなくなりますので、ね、特に、だって大都市が一番まずいわけですよね。今は東京ですけど、例えば次大阪だとかね、なった時に、大阪の人は自分のところが適用対象外になっちゃったらキャンセルしても金取られるし、旅行行くのも金取られるしって言ったらもう予約しなくなくなりますよね。人口の多いところのこういう要は旅行先にね供給する地域の人が予約しなくなるわけですから、それだと大打撃ですよね。という感じで、まあ、わけのわかんないことになりそうなので、果たしてどうなるのか、ちょっと見ものだと思います。今日は以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。